ね、藤波慎太郎がマイナーに降格、オープン戦の防御率 12.27。メッツの藤波慎太郎投手のマイナー降格が決まったと、米複数メディアが22日報じた。右腕はオープン戦に5試合に登板し、防御率 12.27 と失点を繰り返していた。2年で10億近く稼いだわけで、大成功だな。楽しみが一つ減ったやんけ、俺たちの藤を返せ。休んだら元に戻っちゃった？濃厚は感じはしないってことだよね。9位だけなら、一級品交流投手だと分かってて、契約するか、見限るかどっちか。初めから、仕上がりすぎたな、藤のショータイムが始まる前に終わってしまった。去年とそんな変わらん気するが、何で、去年は、それなりに使ってくれたんだろうか。何度もチャンスもらえてるし、投げてる球自体は本物なんだろうけどな、もったいない。日本人、今年は散々だな。藤浪だけは、通常運転、また何かの機会があれば、上がってくるだろう。